皆さんこんにちは、滝沢克成でございます。本日はところ変わって歌イストカフェから飛び出しまして、実はこちらコルグのショールームに来ております。まあショールームって何ぞやと思っている方も多いと思うんですけども、まあ簡単に言えばそのコルグさんで取り扱ってる自社商品とか輸入商品とかをこのバーッと展示してくれてるところなんですけれども、まあこんな感じね、鍵盤とかエレキギターとかアコギとかもうすごいいろんなものが置いてあるんですよ。こういったものをね、試奏したりとか製品の相談をしたりとかできるのがショールームってとこなんですけども、 KO 読売ランド、この駅を降りたら目の前にこうババーンともうすごいおしゃれなビルがありまして、その中をねこうベッド入ると、まあどなたでも一般の方も入れるこういうショールームがありますので、もし京王よみうりランドアクセスできる方いらっしゃいましたら、ぜひ遊びに来ていただければ幸いでございます。で、今回なぜこのコルグさんにお邪魔しているのかと申しますと、この僕の後ろにこうバーッと並んだこちらラグギターっていうブランドがあるんですけども、これ僕ね前からねずっと気になってたんですよ。ラグギター、今までいろんな人からさ、ほらね、初心者です、初めてアコギ買います、何かおすすめありますか、こんな質問をよくいただいてたんですけれども、まあやっぱりね、どうしてもこうヤマハですとかね、モーリスとかってそんな感じになっちゃうんだけども、ラグこれもね意外と初心者にうってつけなんじゃねえかなと思ってずっと目をつけてたんです。というわけで今回はコルグショールームにお邪魔しまして、ラグギターをこうバーッと並べて、もうこれ全部ラグなんですけども、まあこの中からこの4本をちょっと僕がチョイスしまして、これらを紹介させていただこうと思います。まずね、ラグのねおすすめポイント1、安い本当にね、コスパマジ抜群。ちょっとさっき担当の方とさ、この打ち合わせしながらこう引かしてもらったんですけど、値段聞いてびっくりしちゃったの、普通になんでやねんってちょっと僕言っちゃいましたからね。そのぐらい安いで、まあデザインがオフランス、大事なことです。オフランス、これ大事でございます。デザインがオフランスでやっております。そしてまあね、大事なポイントとしてはやっぱりこう被らないと思います。その個性的というか、なんというか、あんまり周りでね、その良くも悪くもラグギター使ってる人いないと思うんですよ。個性的で初心者におすすめで、なおかつコスパいいモデルを探している、そんなあなたにぜひ、ラグギターおすすめしたく思いまして、今回はこちらショールームの方にお邪魔しております。まず順番に紹介させていただきましょう。この値段がね、安い方から高い方に並んでるんですけども、ちょっくら、いくらのギターだか、少しこのチャットとかコメントとかでその当てながら動画をご覧いただければ幸いです。とりあえず今回用意していただいたギターの中で一番安いギターです。こちらちょっくら音を鳴らしてみましょう。ちょっとチャットで、Guess how much? この音、こんな感じの音です。どうでしょう、結構なんかいい感じですよね。でもこれ一番安いモデルなんですよ、一番安いモデルなんですよ。全然初心者の方にもねめちゃめちゃおすすめ、結構弾きやすいし、ちょっとピックアップついてないからね、そのライブとかでは使えないかもしれないんですけども、まあ逆にねライブやらないよっていう方もいいかと思うんで、その分このコストカットでございますよ。指弾きしてみるとこんな感じですね。こんな感じの音です。このギターは T70A というモデルなんですけども、さあ Guess how much? まあね、ちょっとこのコメントの方でイブセさんとかがね、でもお高いんでしょとかってなんか書いてるのがちょっと見えるんですけれども、これね定価ね、なんとびっくりすることで 27,500 円、定価っすよ定価。だからこれもし楽器屋さんでこの買おうってなると、もうちょっとこうね値引きされて、もう少しお安くなったりとかするんですけども、まあそれは楽器屋さん次第なんですが、定価が 27,500 円でこれ普通にすごい。
なんかこの装飾ですよね。こういうところ普通のギターというか、まあ一般的なギターだとちゃんとこうね彫ってやったりとか、この加工ちゃんとしてあるからね、まあちょっとこれにこうお金がかかるというか、そんな感じなんですけども、まあラグギターの場合はこういうところね、その書いたり貼ったりすることで、すごいめちゃめちゃこのコストカットしてくれてるんですよね。その分、まあちょっとこう作りが簡素だけれども、まあお値段が随分お求めやすくなってくるみたいな、そんな感じの、モデルになってるんです。すごくない？すごくない？ 27,500円ですよ。でちょっとね、ごめんなさい、この間にもたくさんあるんだけども、ぐっとこのラグギターの中ではかなり、今回用意していただいたラグギターの中ではかなりハイエンドなモデル、いってみましょう。こちら、まあモデル名からね、ちょっとこの価格が連想できないから、ちょっとモデル名先に言っちゃうんだけども、 T118DCE というギターでございます。ちょっと鳴らしてみましょう。やっぱこうね、聴き比べるとね、違う。ほら、この、ね、低音が締まった感じというか、よりアコギらしいというか、なんていうか、この説得力がある感じがしますよね。パッと聞くとね、こっちもああ悪くないなって思うんだけれども、まあ、こっちを聞いちゃうと、ああなるほどな、あー確かにいいわっていう風になるかと思います。 Guess how much? いくらでしょう。ちょっと指でも弾いてみましょうか。こんな感じの音、さっきも言った通り、今回用意していただいたギターの中ではかなりトップクラスに価格が高いギターです、こちらお値段びっくりドン T118DCE、ピックアップついてます。ピックアップついててびっくりすることにお値段定価5万7000円です。嘘やろってね、嘘でしょまあやっぱ初心者の方ってね、5万円前後で探してる方結構いらっしゃると思うんですけどね、全然あり、全然あり。でやっぱりこのね、クロスフィニッシュというこの塗装、これがちょっとお金かかるというかね、やっぱコストかかってしまうので、まあこの分ちょっとお値段が反映されてしまうんですけども、やっぱりこのね、しっとりしたこのサウンドというか、締まったサウンドというか、このちょっとこのアコギらしい説得力みたいなのあるじゃないですか。これやっぱりこうね、塗装によるものが大きいのかなと思います。良くも悪くもやっぱりこういうね、塗装がないやつだとこうちょっと音が分散しちゃう感じがあると思うんですけども、こっちはかなりキュッとしていると思うんですよ、5万7000円のラグの中でもハイエンドな、今回用意していただいたラグギターの中でも割とハイエンドなギターでございました。でその次ちょっと鳴らしてみたいのが、ちょっと鳴らしちゃった今回はね、 T207ASCE ってやつ、これもね、ピックアップついてます。特にあのさっきは、このラグのオリジナルのピックアップなんですけども、こっちはねちょっとね、いいフィッシュマンのピックアップもついております。個人的に今回用意していただいたギターの中で僕これ一番好き。ちょっと鳴らしてみましょう。よくない？感じの音、ボディがすごく薄いんで、まあちっちゃい、体が小さい方とか女性の方とか、にもすぐかなり使いやすい感じですね。まあ僕普通に男性で173センチとかありますけども、やっぱりこの小ぶりな方がね、そう僕は好み
なんですよ、この体にフィットする感じがするというか。で音質もねかなりいい感じでございます。でこのギターも今回ラクギター用意していただいた中で、ハイエンドの方です。 Guess how much いくらでしょう。ちょっと指でも弾いてみましょう。こんな感じの音です。すごいなんかこのしっとりしてていい感じじゃない。個人的にこのギターめちゃめちゃ好き。すごいいい、なんかこのボディサイズ感とかなんか音の質感とかすごいめちゃめちゃ僕の好みです。でこちら、T207ASCE、 これもですねお値段、定価びっくりすることにですね57,000円ですよ。57,000円、さっきも57,000円だったけれどもこっちも57,000円。ただこっちの場合だとそのフィッシュマンっていうこのちょっといいピックアップが、ついております。これがまたねすごい感じなんですよ。ちょっと後で鳴らしてみようかと思います。こんなのもあったりで、最後に少しご紹介したいのがこちらでございます。 TN170ASCE というギター、今回用意していただいたギターの中で一番高いギターでございます。まあ、なんとなく分かっていただけるかと思うんですけども、ガットギターです。でこのボディのサイズとか厚みとかはさっき紹介させていただいたこちら、T270ASCE と全く同じ感じでございまして、これもやっぱりねボディのこの形状が原因なのかな、それが要因なのかな。僕ねまたこれもねすげえ好き。音もねすごく良い感じ。 Guess how much、 そして音を聞いてみましょう。いい感じですよね。でさっきのギターと一緒でこっちもねフィッシュマンの、このピックアップがついております。このピックアップがまたいいんですよね。こんな感じのナイロン弦のギターもある感じなんですけどもいかがでしょうか。まあパッと聞いた感じ、あーいいって思っていただいたと思うんですけどもどうでしょうか。これとこれ僕めちゃめちゃ好き。もし KO よみうりランドアクセスできる方いらっしゃいましたらちょっとショールームぜひ来てみていただいて、まあちょっとねスタッフさんにあの竹谷さんの動画見てきたんですけどつってあの竹谷さんが気に入ってるあの2本弾いてみたいっすって言ってくだされば、店員さんがですね案内してくださると思うんでぜひアクセスできる方いらっしゃいましたら遊びに来ていただければ幸いでございます。でこんなガットギター TN170ASCE、 これがまたお値段びっくりドン、定価60,000円でございます。さっきその担当の方とね話をしているときにちょっとお値段聞いて本当ね普通にねいや嘘でしょって言っちゃいました普通に。いや嘘でしょってなんでやねんみたいなことを言ってしまいました。なんでやねん全然これねありで、ちょっとですねアンプも用意していただいているので少しアンプも鳴らしてみましょうか。アンプこちらにでちょっといいこちらにアンプがありまして、まあねコルグさんのショールームでございますので、まあ、使うアンプはやっぱりボックスでございます。お昼の鐘が鳴りました。ボックスアンプでございます。こちらを使ってちょっくら、鳴らしてみましょう。少しマイクに向かって音を鳴らしてみます。
まあ、ガットギター、アコースティックギターでそのライブを、するという方結構いらっしゃると思うんですけども、このねピックアップがすごくいいんでね、ギター本体の音もいいけどもピックアップの音、すごくいいからそのままライブに使えそうな感じがします。です、ちょっと鳴らしてみましょう。まずはこちら T270ASC からちょっとマイクを向こうに向けますね。これでせい、このサウンドが手に入ってしまうという、もうそんな感じでございますよ。さっきその担当の方と話をしたんですけども、このフィッシュマンのこのピックアップがね、すげえいいんですよね。なんでかわからないけども。で、このガットギターの方も、声聞こえるかな？私の声聞こえてますか？ガットギターの方もちょっと鳴らしましょう。これもすげえいい。どうでしょう、すごい感じじゃないですか。普段鉄弦でライブとか演奏とか、弾いてみた動画とかなんか配信とかしてるよっていう方もね、このガットギター興味ある人すごいいらっしゃると思うんですよ。ガットギターなんかちょっと欲しいんだけどな、何買ったらいいか分かんないんだよなっていう方、いらっしゃるかと思います。めっちゃおすすめ、マジで。ちょっと僕が欲しいもん普通に。そんな感じでございます。ちょっとラグギターをねたくさん用意していただいた中で、僕がチョイスした4本紹介させていただきましたけども、いかがだったでしょうか。何度も言いますけれども、京王よみうりランド駅、こちら降りるとね、もう目の前にもうショールームありますので、アクセスできる方はね一回遊び来てみた方がいいですよ。無料でね結構いろいろ相談したりとかね、こういう思想とかもしてもらえるんで、ギターの知識を深めるためにも、ギターをさらに楽しむためにも、そしてラグギターをさらに知るためにも、ぜひ遊びに来ていただけると幸いでございます。それではちょっくら長くなりましたけども、最後はこんな感じにさせていただきましょうか。それでは本当に終わりでございます。また違うところでお会いいたしましょう。さよなら、グッバイ。